同胞、ボーフム朝のホームで今季リーグ戦5ゴール目をゲットしてしまう。朝の素晴らしい。リアタイ視聴してたけどこれはすごすぎた。自分が朝の推しやめられないのはこういうところがあるからかも。前半戦だけで5ゴールはすごい。海クラブで5ゴールって普通にすごいな。アジア杯あるから微妙かもしれんけど、もしかしたらブンデス2桁ゴール狙えるのでは。理論ではなくストライカーとしての嗅覚を大切にしたからこそ浅野は生き残ってる。ワールドカップ以降代表にいらないって言われ続けてきた浅野だけど、最近調子いいし代表でもいい動きしてるからさすがとしか言えない。ここに来て浅野調子いいの最高だな。怪我せずにアジアカップ来てくれよ。これもアジアカップのワントップのファーストチョイスマムダナシやろ。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。